皆さん、こんにちは。投資の隠れ街ようこそいらっしゃいました。さてさて、今回は AI による個人投資家の皆さんのため、今週の株価の動きを予想していきます。今回もとっておきの情報を提供していきますので、最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。AI による株の買い時がついに始まりました。今後は投資のテクニックについても話をしていきます。ではでは、始めていきます。まず、先週の振り返りからです。 先週の日経平均株価は大きく下落し先週末比で1216円も安い2万7153円となっており3ヶ月ぶりの水準まで下落しました9月23日に英国のトラス新政権が打ち出した大規模な経済対策を受けてインフレの加速や財政悪化への警戒感が高まり 英国の金利が急騰しましまたその流れから米国の長期金利も大幅に上昇したことで世界的な景気後退を招くとの見方が強まり週明け26日の日経平均株価は700円を超える大幅な下落で始まりました。しかしか 9月27日には寝頃ろ感からの反発を見せたものの28日には米国のアップルが新型 iPhone14 の増産計画を断念というニュースが伝わったことで指数へのインパクトの大きい値がサハイテク株が軒並み売られて日経平均株価は一時2万6000円を割り込む場面も見られました9月29日には英国のイングランド銀行が市場安定化策として 長期国債の買い入れを実施すると発表したことで欧米の長期金利が急低下しましたこれが交換されて日経平均株価は9月末の配当落ち分である220円程度を吸収しての反発となり一旦は底入れ感が意識されましたしかしながら欧米の中央銀行の長期的な金融引き締め政策への警戒が根強く週末の9月30日は 再び欧米の長期金利が上昇したことやロシア情勢などの地政学リスクへの警戒もあって難調な推移となり日経平均株価は一時2万5800円近くまで売られました日経平均株価の構成銘柄の定期入れ替えに伴う需給なども影響したとみられますこのような非常に下落傾向の強い相場の中来週の日経平均株価は今週に引き続き不安定な相場展開になりそうです米国では 9月30日に8月の米国個人消費支出と9月のミシガン大学消費者体度指数の発表を控えており、この結果を受けた米国市場の動向が注目されます。もっとも、これらの結果を受けて30日の米国市場が反発を見せたとしても、来週は9月の米国 ISM 製造業景況指数と ISM 非製造業景況指数、9月の米国雇用統計が控えていることから、 積極的ににポジションを取りに行く動きは期待ししづらいでしょう日経平均株価はテクニカル的には明らかに売られすぎのシグナルが発生していますが既に6月の安値である25,520円あたりに接近しておりもしこれを割り込むようだと3月の安値の24,717円あたりが射程には行ってきます。さらにこの水準ままでで割り込んでしまうと 次は2020年3月のコロナショックでつけた1万6552円あたりまで明確なターゲットがないことから投資家心理としては神経質になりやすいでしょうただここまで株価が下落することはないと AI でも予想していることから安心して下落時は買い向かうことをお勧めしますこのような状況を踏まえて一旦は米国株が下落傾向となっていますが米国の利上げと引き締めは想定以上の厳しさとなることから 今後の株価はさらなる下落の方向へ進むとみていいでしょうただし AI では長期投資を開始しても良いというシグナルが出ています下落時にはしっかりと買いを入れていき上昇時の利益を狙っていきましょうこのチャンネルでも投資状況を報告していきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前 株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。